久保さん、シュート連発でマンオブザマッチに。久保建英所属のソシエダがバジャドリーに0対1で敗れた。8試合ぶりの黒星、久保は次々に惜しいシュートを放ち、攻撃を牽引する働きを担ったが、最後まで決めきれなかった。だが、試合後に発表されたリーガ公式のマンオブザマッチに選ばれた。マンオブザマッチで草、一つ決めたかったな久保、久保はようやったわマンオブザマッチ当たり前。珍しい、負けチームからの MVP。まあだろうね、一番目立ってたし、こんな悲しいマンオブザマッチあるか。竹葉ようやっとる。久保が決めないといけなかったなこの試合、ゴール決めてほしいわやっぱ、才能派あるんだからさ。久保は調子良いの続いてていいな、実際竹葉ようやってたわ、竹かけたらソシエダ終戦やろ、